鈴木直道知事は道議会でカジノを含む統合型リゾート IR の誘致について国への申請を事実上断念すると表明しました。誘致か断念か、鈴木知事の決断の朝になりました。考え方はまとまりましたでしょうか。はい。道議会では将来的な誘致に含みを残した一方、再来年7月までの申請は断念しました。限られた期間で環境への適切な配慮を行うことは不可能であると判断をいたしました。今回の区域認定申請は見送ることといたしますが、理由として苫小牧市上内にある候補地周辺に生息する希少生物などへの対応が申請期限までに間に合わないことを挙げました。苫小牧では落胆の声が。もったいないなって思いました。カジノとかあった方が苫小牧も発展するんじゃないかなって思ってたんで、非常に残念だし、どうしてかなと、そうした経験というものをですね、組織としてこの次のチャレンジに生かせるように、していきたいなという思いです。